に従えば安心よ。 あれね、でもね、次、あ、これ言っちゃダメなのか。言っちゃダメなのか、多分。まあ、言っちゃダメっぽいし、言わないですもんね。ごめん。なんでもない。いや、ゼータディビジョンさん、怒らないでください。殴らないで、ゼータディビジョンさん。終わった、もう西原さんにぶん殴られるわ、多分。おい、リジェクトは、コンプライアンスもねえのかって言われちゃう。ゼータの話を、吸収されてる。怖っ。怖すぎだろ。もやしひつかれさん、よっしゃれさん、スタンキッチ見ましたねって、玉ねぎ切ったり、炒めたりできるの初めてしました。まあ、できるよ。あ、全然わかんないけど、もう適当にやってたもん、本当に。さもできるみたいなふりしながら適当にやってました。でも、できるって映ってるから、多分できてたんですね。やったぜ。まあ、俺できるけどね、みたいな顔しながらやってたよ。本当に。何もわかんないけど。何にも知らないけどね、本当に。まあ、でも、できるから料理の才能あるかも。もしかして料理の才能あるよ。アスパラが来たってなった。まあ、それは僕らが悪いわけじゃないですけどね。そこまで俺らのせいにしないです。それはほら、素材を用意した人のせいなんです。僕のせいではないです。そこまで人のせいにされて困るんですから、ね。ちょっと、それは侵害です、本当に。このアスパラも買ってこれねえやつなのかって思われたらちょっと侵害です。パン粉、あれわかんない。どこまで収録されたかんだけど、わかんないけど、パン粉入れないで、作った人もいたんですよ、ね。わかんない。それ入ってんのかな、入ってなさそう。カットされそう。パン粉作る、入れないでハンバーグ作った人いたからな。若干1名。何それ、そんなの入れんのみたいなこと言われて、俺びっくりしたな。むしろなんか、俺がなんか間違えてるのかなって一瞬思った。あれなんか間違えてる、そうだ、あれ違うかもみたいな。もうわかんねえからさ、正直。本当に俺が正しいのかわかんなくなって。やっぱ入れないかもみたいなこと言っちゃった。ちゃんと入ってた。そう。それはよかった。飛びながら痛いんだな。わかんないけど。そういうことにしておこう。ハンバーグって入れないの？入れないもんな。入れないもんってか、入れないハンバーグってあるの？よくわかんない。でも美味しかったよ。ちなみに言っとくと。めっちゃ美味しかった。